こんにちは、博多華丸です。11月16日いい芋の日だそうです。参りましょう、花結びスタート。改めましてこんにちは、博多華丸です。大谷静香です。リサーチャーのパタパタママ木下です。はい、いい芋の日だそうです。芋大好き。何芋？干し芋。ダイエットするようになって干し芋めっちゃ食べるようになりました。女の子干し芋好きよね。干し芋好き。干し芋嬉しい。ちょっとあんまり俺らは食べんじゃないな、はい、ひょっとしたら一度も食べたことないかもしれない、じゃあ味想像つかないってことですか今。芋やろ。でもねっとりした芋。ああでもまあそう、とんでもなく甘い。あああれって芋自体は何、さつまいも、さつまいも、さつまいもを干してだから甘いんだ。はい、干すと甘くなるらしいです。うん、スイートポテトよりもあっち。全然スイートポテトより欲しい芋。スイートポテトはちょっとあれか、罪悪感あるか。まあ甘いもの食べてる感ある。スイートポテトね、焼き芋も僕そんなあんまりなんですけど、女性好きですよね焼き芋は。うん、あんまりそのフライドポテトは、ああは好きですけどね。は好きなんや。大好きですけど、あれも塩なめようみたいなもん。そうそうっす、うん、あれ塩があるないで全く味違いますよね、フライドポテトって。だから塩なめようよ、あれは。確かに塩が最悪。塩でお酒飲めんのか。最悪。そうですね、はい、棒状のものに塩くっつけとけ。はい、ただこれも塩分過多っていうことになりますから、ね、そっかそっか、はい、お気をつけください。あの芋焼酎も芋ですからね。はい、芋焼酎、そっか。うん、どうでした、久しぶりのご飯、あの5ヶ月ぶりのビールは、お酒は。いやー酔っ払いましたね、やっぱり。うん、久しぶりの聞きますか、やっぱ。うん、聞きます。やっぱそのしかも相手が、はい、やっぱまあ出産後、一緒に飲んだ子が、うん、はい、出産後明けの解禁ってことで、でも赤ちゃんもいるから外で飲めなくて、うん、まあ、家で飲んだから余計、うん、家で飲むお酒って酔っ払うじゃないですか。そう、はい、あ外の方が酔わない。外の方が酔わないです。しっかりしなきゃ、帰らなきゃっていう意識あるから。家って最悪止まって、どんだけ飲むつもりですか。だからもう楽しかったです。ちなみにそのビールのあては、あお酒のあては、お酒のあては、うん、サムギョプサル。おお、家でサムギョプサル。はい、家でサムギョプサル。でもあれないでしょ、鉄板はないでしょ、さすがに。ウーバーイーツです。なやそれ。ええ、焼いたやつを持ってくるんですか。そうですよ。嘘やだーなー、あれさ、それなんなんですか。男性って嫌がりますよね。私夫も食べてくれない、ウーバーイーツとかで言うと。ぜだってその場で焼くから美味しいんじゃないですか。あれもその場のみやろ。でもめちゃくちゃあったかいですよ、ウーバーイーツで届く。いやでも油がさ、いやいやいや、落ちてんの、ちゃんと落ちてます、落ちてます。下にちゃんとなんか野菜引いて、それ油吸ってくれてます。あそれはやだね、俺なんだったら、そのウーバー、その出前で一番嫌なの、3つあげてって言ったら俺1個サムギョプサル入るぐらい、いや、その一回焼き直すの家で。いやいや、焼き直すの、そこでもうお皿から。ジェジェジェ。いや、それ変わんないですって、何も。いやーちょっと抵抗あるな。いやー、やっぱあれ熱々の。そう、あったかいですって。あったかい、いや、あそれは余熱であったかいでしょうけど。まだへえ、いやいや、こんな抵抗あるもんなんだ。めちゃくちゃある。止めますよ、ああ、その連れが。いや俺も頼もうとしたら、本当誘われてなかったけど、よかった、断って。行かんでよかった。行かないって言ってる。それなら、そうそう、でも嫌がられること多い。サムギョプサル頼もうって。こっちがやっぱびっくりです。そのなんか厳しいなと思って、自分の夫がその食に、食にうるさい人だったんですよ。出前サムギョプサルは嫌だみたいな。食にうるさいと思って。いや、うるさいです、結構みんなそうですって。めっちゃ私の方が少数派じゃないですか。いや、まあまあそういうサービスがあるってことは、もちろんそう、親ちゃんみたいな人もいるとは思うけど、まあ、けど、うん、いやでも良さは半減どころじゃない、ね、じゃないです。まあ、2かちょっと硬い。でしょうね。ちょっとでも本当にちょっと。そう、出産後の
その親友にとってもあんまり俺は良くないと思うんやけど、肉硬いし確かに俺だってそのために鉄板を俺は鹿児島から買ったからね。家にあるんですか？斜め鉄板。家サムギョプサルのために。そうだね。最高、すごい。いや、そうじゃないとさ、家でサムギョプサルができんもん。あの油がこう垂れてきて、ちゃんとそうそう。うわ、すごい。そういう角度がついた鉄板。なんでも流行りも手出し。流行りもじゃないよ。家でやるにはそれが必要や。それはさすがにちょっと止められちゃいます、僕。まあね。いや、でも家でするよりやっぱり外で、はい、新大久保とかね、はいはい、食べた方がそれはいいんじゃない？いいですね。葉っぱはどうすんの？葉っぱも別でついていますよ。え、それ買いに行かないの？買いに行かないのついてきます。いや、ついてくるけど、その、ふにゃふにゃやろ、ふにゃふにゃ。まあ、ちょっとしなっとはしてる。だからあれでしょ、結構サムギョプサル食べ行って、2時間ぐらいに火が止まっても、余るじゃないですか、ちょっと。さらに。さらに、はい、というな感じ、あれを食べてる。あ、そんな感じ。それが最初の一歩やろ。そう、最初。いやだな。でも正直お酒飲んでる時なんて何でもよくないですか。あなたはね。よくあのこの未来の話で、うん、飲み会はまだやってないですよ実は。三本撮りだから、ね、三本撮りだから、ね、今日の夜なんです、うん、今日の夜の予定を3本あったかのように今喋って喋ってるんですけど、はい、盛り上がりましたね本当さってもらえるように、はい、で普通の人やったらあそっかじゃあ帰るかって思うけど帰んやろもう今日私帰ん、うん、サムギョプサルもう決めてる、ね、胃がサムギョプサルになっちゃってるからいやはい。お店で食べたことももちろんあるよ、ね、もちろんありますもちろん知ってて行くのねうんそんな違い分かんない。それこそ別に、食後、2時間後のサムギョプサル食べてるのと一緒。いや、それはもう参りました。うん。はい。うん。過去結構大家ちゃんとご飯行ったけど。そうですよね。うん、散々ご馳走されてる。今思えば、何でもよかったいやいや、美味しい、美味しい、美味しくない。分かる、分かる。でも全部嬉しい。美味しいのも美味しくないのも全部嬉しい。本当、本当。というわけでこの番組はこんな私たちが東京と福岡を結ぶトークバラエティ番組です。はい、皆様からのメールお待ちしています。番組の感想、福岡のニュースなどを送ってください。宛先は花むすアットマーク rkbr.jp hanamusu アットマーク rkbr.jp です。はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。花結び博多華丸が福岡と東京を結ぶ30分、聞いてくださいばい。東京には届かない福岡ニュース。さあ、それでは福岡でどんなことがあったんでしょうか。はい、一つ目のニュースです。なんでレジ袋を聞かんのか、うん、店員の女性がレジ袋が必要かどうか聞かなかったことに激怒した客の男がトラブルの仲裁に入った男の客に、暴行を加え怪我させたとして逮捕されました、うん、警察によりますと容疑者は飲食店経営の男38歳、うん、大牟田市のスーパーで男性客の喉を押さえたり、うんうん、首に腕を回して締めたりするなどの暴行で全治10日の怪我をさせました、うん、容疑者はレジ係の女性になんでレジ袋いらんか聞かんのかと怒鳴り散らしていて、うん、被害男性はその仲裁に入っていました。災難でしたけども、ね、はい、なんちゅうのかな、いますよね、怒る人。モラルハラスメントの、はい、カスタマーハラスメントですかね。カスタマーハラスメント、ストレスが溜まってたんですかね。ねえ、すぐね、怒る人いますもんね。いる、これなんか正義をかざす感じですね。そうですね、分かんない、とんでもなくなんか態度が悪かったとかなんですかね。にしてもですけど、ね、あ、そのレジの方が、レジの人が、うん、もうだからさもいらないでしょ、袋はこのご時世だからみたいな感じに捉え、はい、取ったのかな。で、自分も飲食店やってるからそれじゃない。ああ、なるほど、ね。で、その止めた人が暴行加えられる。どんだけ。ねえ、はい。止めるのも怖いですね、じゃあもう。わかる。はい。上の前でね、女の人がバーって言われてたら。いや、入りますよね。入っちゃうかもしれないですね。なんでレジ袋がないのか聞かん、ね、なんでレジ袋いるがいらんか聞かんのかって、はい、聞いたことない
言い借りですけど、いるかいらんか自分で言えよ、うん、ね、聞かないのがダメなんだ、ね、そう、どっち、そう、そういうことかな、うん、うん、でもいりますかって言って、いらんやろこのご時世にって言って怒る人もいる、人もいる、まあ、そうやもんね、なんでわざわざ聞く、持ってきたんですか、いらんやろ、見えてるやろ、絶対いる、持ってきてる、何言っても怒る、それがあったから聞かなくなったかもしれない、はいはいはい、そうですよ ね、うん、そしたらそれで怒られて、嫌ですね、嫌です、そうですね、そんなにできるだけアンガーマネージメント、はい、ね、佐久間さん6秒我慢したらいいんで、はい、感情は、はい、はい、続いてのニュースです。2億円の借用書。福岡市のホテルで現金4万円と書類を盗んだとして無職の男33歳が逮捕されました。書類は男が被害男性から借りたとする約2億円の借用書でした。警察によりますと、容疑者の男は FX 投資で失敗して被害者男性から借金があり、当日ホテルで2億円の借用書を書いたものの内容に納得がいかないとして、男性が寝てる間に現金と借用書を盗んで逃げたということです。容疑者は2年以上行方が分かりませんでしたが、今年9月東京で見つかり逮捕されました。どうやって見つかったんだこれ、うん、よくちょっと分からないですけど、まあ、2億円の借金では本当なのかどうかはちょっと分からないですけど、はい、まあ、書かされたということで、納得いかなかったですね、納得いかなかった、ただその現金4万円も盗んでますからそれがちょっとね、やめてほしかったですね。うん。なんか分からんけど、まあ見つかってよかったのかな。ね、東京、うん、よく見つけましたね、東京まで逃げてきてるの。2億円貸すってすごいですね、でも。おー。確かに。はい、うん、分からんけどね、どういう状況がね。うん。はい、分かりました。はい、続いてのニュースです。宗像の特産品チョコ。ほうれん草、甘夏、いちじく、きな粉。宗像市の中学生が考案したチョコレートが完成しました。宗像市の特産物の美味しさと通学で感じる四季折々の季節感を織り込みたいということで、春はほうれん草、夏は甘夏、秋はイチジク、冬は大豆から作るきな粉を使いました。隠し味には塩を使って仕上げています。名付けてセゾンド宗像、宗像の季節、四季だより。博多の老舗洋菓子店チョコレートショップとのコラボで、パリで行われる世界的なチョコレートの祭典サロンドショコラにも出品されます。うん、すごい、なるほど、うん、チョコレートショップの佐野社長もですね、うん、このアイデアは思いつかんやった、うん、すごかという方言で、はい、方言で言いよんしゃった、方言で言いよんしゃったですね、これは、ほうれん草やら入れんもんねって言いよんしゃった、うんめっちゃ美味しそうやけど、でもなんか板チョコみたいな感じ、綺麗、うん、ですね、すごく綺麗に、さすがね、え、ちゃんと老舗チョコレート店が、春夏秋冬というね、まあでもビターチョコレートみたいなのあるから、そのちょっとほうれん草苦味とかも合うかもしれないし、うん、ほうれん草のケーキとかはありますもんね、なんか合うっちゃ合うんですかね、甘いものと、ね、ただこう中学生が頑張って作ったってなると、もうそら褒めるしかないっていうこれある、はい、まあ、これあるあるですよね、そうですね、うん、でもひょっとしたら世界的な、はい、パティシエになる可能性もあるですね、うん、すごいすごいね、はい、すごい見た目可愛いからね、実際になったことはテレビでね、はい、ね、テレビの、あの、うん、そのニュースで取り上げられてる映像が、映像ね、はい、綺麗ですね、ね、ワイプの中上真子さんが微笑んでますね、一生綺麗、はい、はい、続いてのニュースです。流行りに敏感な都道府県ランキング、福岡県が流行りに敏感な都道府県ランキングで2位の東京都を抑え1位に輝きました。このランキングはご当地在住の20歳から69歳の男女を対象にアンケートを取り、うん、流行りに敏感だとする項目について、当てはまる、まあ当てはまると回答した人のパーセンテージで決まります。福岡県は 48.2% で1位、福岡県民の自意識の高さも伺えるランキングとなりました。素晴らしい、まあ、自分で答えるパターンなんですけど、うんうん、はい、いやでも県民性じゃないマジで流行り好きなんですかねっていうか、だからなんかそうね、
こう更新するっていうか、こう、はあはあ、なんちゅうの、だからあのほら意外と福岡ってそのなんちゅうの歴史的なものってあんまないイメージ、はい、観光地がない、確かに確かに本当あるんやろうけど、うん、あんま地味やん、そうですね、それって全部き何ていうの新しいのに切り替えて、はあ、だからこうずっとね守らずに、はいはいはい、こっちがいいけこっちがいいばいって言って好奇心が旺盛な、そうじゃないかな、県民性なんですかね、あだから受け入れる外国とかも全部受け入れて、はいはい、うどん凝り固まってないんで、ね、うどんうまいね、じゃあうどん中国のうどん真似しようやとか、うん、そういうことじゃないかな、いろんなランキング出てるんですけど、だってもう全然広島なんか9位やけど 24% 倍よ、福岡 48% だからこんな差開かんもんな、うん、他も、情熱的な方だっていうアンケートでも福岡1位、これはまあ自分で言ってるからようわからんけどね、確かに情熱的かな福岡って、でも圧勝してますね、なんかね、2位が大阪、3位が沖縄と、おーおー、ああまあでもなんとなく分かるか、秋っぽい1位じゃないんだっていうか、確かに秋っぽい広島が1位で高知が2位、沖縄が3位、全然入ってきてないね、流行りに敏感イコール秋っぽい感じもしますけど ね、うん、それがそうじゃないんだ、うん、ずっと流行ってんだ、流行ってん分かんないけど諦めが悪いというかね、うん、取り入れたままは大事ですね、うん、なるほど、無駄遣いしないとかの入ってこないですね、何にも本当だ、福岡はベスト10に入ってない、お金使っちゃうんですね、いやだからそうよね、無駄遣いしてるという自覚があるんだよね、そうですね、まあ、流行りに敏感ってことは無駄遣いしないとダメですからね、そうかそうか、そうそうそう、だって無駄やろこれって言ってみんな誰かが止めるのを、はい、いやいや大丈夫って言って、うん、まあこれはすごかばいってやっぱ佐野社長も言うぐらいの、はい、これほうれん草入れるばいいやいや社長これほうれん草っていやいやこれうちの味が変わりますよ、いやよか中学生考えたけん、うん、ほうれん草入れるばいってなるわけ、うん、そうですね敏感かもしれない、敏感なるほど、面白いアンケート、はい、でも何でも1位なら嬉しいよ、嬉しい、はい、地元がですね、はい、ニュースの話以上で、はい、じゃあメールでも読みますか、はい、ニュースを読みましたね、はい、花間さんにご質問の方も来て、何でしょうして、こちらラジオネームがですね、ラジオネームなしですいません、54歳の福岡市の方です、うん、かなり昔のことなんですが、うん、沢良区の南省にあったちゃんぽん屋さんをご存知でしょうかと、うん、自分は中学校の通学途中にその店があり、うん、その店の看板にスマッシュイレブンで紹介されましたと書いてあったのが目印ですと、うん、で一回だけそこで食べた記憶があり、うん、とても美味しかったです、うん、店の名前が思い出せません、うん、もしかしたらと思いメールしましたっていう、えもうないやろ、でも多分もうないと思うんですけど、うん、そういう54歳ですから、うん、同い年ですもんね、うん、南省なんか行ってたところですか、近く、近くですもんね、実家があるところ、そうですよね、うん、スマッシュイレブンで紹介されましたっていうのを表に、いやそれは知らんね、だってあの辺の本当にそれこそトンネルさんの北ナトランで紹介するような、はい、あのちょっと古いそれこそちゃんぽんが有名な安なんか定食屋みたいなのがありますよね、多分そこのことかなと思って、もうなくなっちゃったもんね、それもなくなっちゃったっす、ね、うん、だいぶ前ですもんね、多分40年ぐらい前の話です、めっちゃ前、生まれる前やん、めっちゃ前です、でもちゃんぽん前とか多いやん、多いっす、うん、はい、でみんなそれぞれ多分お抱えのちゃんぽんやってるからさ、うん、はいはい、ここが好きっちゃねえみたいなのがあるけんね、うん、あの辺はだとやっぱ長崎邸か、長崎屋か、うん、長崎邸ですかね、があるのよ、小田部 の、 あの長崎邸、あ知らないです、いわゆる202号線のところ、ね、でそこがまあやっぱり有名というか、うん、うん、あるし、うん、そうね、俺ん家の近くやったらやっぱ長崎で、長崎やどっちで、長崎ああ駐車場がね斜めで止めにくいんや、そう大通り沿いなのに、うん、すっごい斜めなんよ、この角度は入らんばいっていう、はい、そうしかなかったんでしょうね、でも、うん、かといって手前のしばらくもね駐車場が少ないからちょっと止めにくい、はあ、うん、だからまあ反対側の横綱ラーメンに行くっていうね、あ、うん、横綱ラーメンは止めやすいからっていうわけじゃなくて、はい、味もうまい、はいはいはい、この間、うん、中野の焼き鳥、焼肉屋さん、うん、入ったら花丸さんのサインあって、うん、なんか
そう、サイン書いてくださいって私も言ってもらえたんですけど、うん、結構画面ぎっしりサインで書く場所なかったんで、うん、花丸さんの下に小判ザメくらいのサイズで書いておきました、うん、一緒に行った感じで書いておきました。どうぞどうぞ。ありますか。中野、中野、中野です。急に中野の話、急にだからサイン、壁にサインの話で、はい、花丸さんのサインやったな。いや、できたらちゃんぽんの話したかった。ちゃんぽんだって食べに行ったことないですもん。またウーバー。いや、その食べる、ちゃんぽんを食べるっていう選択がない。ないです。いやいや、食べたこと。東京じゃあんまないですよね。うん、あんまり、ちょっと少ない。まあまあ、でもおなじみの長崎リンガーハット。ああ、もちろん、それはある。リンガーハットいかんの。いやー。そば、え？え、私多分、ここ15年はちゃんぽん食べてないですよ。え？いや、本当に。だって15年た、ちゃんぽん食べてない。うん。食いたくならないですか？いや、ちゃんぽん食べようと思ったことないです。いや、ラーメンほどはないけど食いますよ、やっぱ。東京に出てきて多分ちゃんぽん食べたことないです。家でまかないでたまに出てくるから食べたみたいな。あ、家のね、家の実家の、あ、実家の、はい、お店のまかないで、はあはあ、くらいですよ。嘘やん、本当。今だからちゃんぽんトーク本当ない。そうなんや。だからだ、ま、だから急に中野の焼き肉屋の話をそらしたやん。脱線するよ、脱線。ちゃんぽんトークない本当に。そう、そうなんですよね。だから長崎ちゃんぽんに家族で、うん、その実家に住んでた時、まだ自分が高校生以下の時も、長崎ちゃんぽんに連れて行かれたら、私皿うどんしか食べてなかったです。ちゃんぽん食べる、皿うどん食べんの？皿うどんは好き。こっちも食べないです。え？どっち？パリパリ？パリパリ。うん。お前、その木下はどこ？ちゃんぽんといえば。ちゃんぽんで僕は博多だったら、うん、博多駅の近くのあのピカイチです。お、ピカイチね。ピカイチ、全日本テーブル、はい、と焼き飯と一緒に、あれうまかったですね。ピカイチね。ピカイチ。あと今僕今の住んでる東京の自宅の近くに、うん、なんか長崎から来た人がちゃんぽんやってるちっちゃいお店があって、それうまいんですよ。本当本場の感じ、はいはいはい、あるよね、そう、東京にも、ね、たまにあります。それこそあった三茶のとこにもあるよ、長崎ちゃんぽん。有名なところ、うん、結構あるよ。俺結構だってやっぱ探したもん、ここから出てきた時、うん、ちゃんぽん屋さん、ちゃんぽん屋、東京の人食べないですよね、やっぱなかなかちゃんぽんがね、まあ、あんまりないですもんね。でもたまにあるんですよね、本物のイメージ。友達なんか食べ行こうってちゃんぽんって言われたことないですよ。マジで？ない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 。食べさせて。え、じゃあ信州でちゃんぽん食べてないんじゃん。食べたことないです、信州で。ないですよ。ええー。実はあれうまいよ。ちゃんぽんのラーメンよりうまいから。言ってましたよね。そんなことあります。いや、結構僕らラーメンよりちゃんぽんの違いですよ。次帰ったらしんしんちゃんぽん食べてみよう。辛いちゃんぽんとかもあって。いや、もうノーマルでいいよ、とりあえず。知らんかった。今のだ、ピカイチとかでも長崎亭とかでもマジ超有名な方やからね。へぇー。いでちゃんぽんも知らんたい、佐賀。知らん、知らん。あ、うまいっすよ。ちゃんぽんだともうリンガーハットしか知らん。リンガーハット、リンガーハットね、うん、新橋にできたらしいですよ、いでちゃんぽんが。うせやん。はい、フランチャイズしてんの。いやいや、あれいでちゃんぽんってあれですよね、別にその長崎ちゃんぽんみたいなことですもんね、その店の名前じゃないですもんね、いでちゃんぽん。そうなん。そうです、そうです。あ、そういうそのひた焼きそばみたいなこと。そうです、ソーフレンの。はい、へえ。いでちゃんぽんの店が新橋にできたぞって話、相方が言ってました。相方が言ってました。行けっつって。いや、行くよ、もう今日。今日、これから、これから新橋なら、ああ近い、もうここから銀座なんで。伊万里ちゃんぽん、え、伊万里ちゃんぽん、伊万里ちゃんぽんのことを伊でちゃんぽんって言うんですか。俺も伊でちゃんぽんのよく知ってるもんね。じゃあ大将。あ、そうなんですか。うん、でも伊でちゃんぽんもなんか何個かあるんです確か。うん、あ、はい、そうなんよ。うん、もやしが多いよね確か。違ったかな。もう伊でちゃんぽん、うん、うまいですよね。僕も一回だけ食べたことあります。うん、あ、そんなにあんまりちゃんぽんに精通されてなかったんですね。そうですね。機会がない。はあ。なあ。見たこと、あんま東京で見たことない。そのメニューで見たことない。まあ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 。大江静かにちゃんぽん食べさすキャンペーンしよう。俺はするよ。うまい。美味しいで、はずなんだけど。あの、その、ダイエットとかもあるよ、はいはい。で、意外に実は、あの、麺類の中ではやっぱヘルシー。いや、そうですね。野菜多いし。野菜めちゃくちゃ入ってます。うん、肉入ってるし。栄養がね、そうそう。めちゃくちゃちゃんとしてますね。炭水化物と野菜と肉と。そうそう。わかるわかる。だか全部が全部ごったにで、ちゃんぽんだからね。確かに好きそうだな、私。好きそう。なんか想像したら。で、福岡の人はソース入れる人がいる、ね。はい。へぇ。
お酢入れたりとかちょっと。お酢入れ。俺はお酢早い。はい、うん。野菜炒めの感覚で、はい、野菜炒めのソースかけるもんね、福岡の人。そうそうそう。だけど、ちゃんぽんにしても、液体に液体って俺は思える。うん。ああ、はい、確かに。そうそうそう、いや確かに口がちゃんぽんになってきました。なってきた？はい。ちゃんぽんのウーバーは俺いいと思うよ。ええー？今セパレートしてるから。うん。あ、麺とね、はい。うん。で、レンジこっちにして、そう。そう、はい、はいはい。ちゃんとできる。入れてみたいな。寒、やっぱ寒がね。マジで。写真撮って送ってよ、俺。サムギョプサル。送ります、送ります。うん、寸評を書いて送るから。まさか、こんなにサムギョプサルウーバーが。後を引くとは。後を引くとは。思いませんでした。思いませんでした。ぜひ、ジャンポン、ちょっとね、見直して、見直してっていう、男性はかもしれませんが。はい。はい、と、番組では私たち東京在住の福岡県人に教えたい福岡ニュースなどを皆様からの情報お待ちしています。さあ、ということで花娘いかがだったでしょうか。はい、うん、でもちゃんぽんで思い出したんですけど、ちゃんぽんきっかけで私父がタバコをやめてくれたんですよ。どういうこと。なんか賄いをこう作ったんですけど、うん、従業員さんが食べずに帰っちゃって、うん、ちゃんぽんが余ったんですよ、とんでもない量、うん、で子供3人でこれを食べきったら何時まで、うん、願い事一つ叶えてやるって言われて、うん、でも泣きながらちゃんぽん3人で分担して食べて、うん、で3人で願い事何にするって決め、うん、じゃあタバコをやめてもらおうって3人で話し合って、なんていい話で、おパパに何々が欲しいじゃないんですね、タバコやめてくださいって言って、その日からパッタリもう吸ってない。いい話持ってますね。その多分それってさ、人生分のちゃんぽんくらい食べた本当に。あ、すごい。それでもういらなくなっちゃった。いや、中野の焼肉屋のところそれに差し替えたい。差し替えたいですね。なんで先にその焼肉のエピソード、お餅やん、ちゃんぽんエピソード。素晴らしい。ないよ、そんなちゃんぽんエピソード。子供たちの愛と、そうですね、お父さんもしっかり守るところもすごいし。まさか言われると思わんかったって言ってましたけど、でも言ったからにはやめるみたいな。言ったからにはやるって人。いやもう俺のなんか長崎亭とかピカイチの話とかさ、もう普通のもうね、福岡のローカル番組のエピソードみたいなのも浅いよ俺なんか。いやそうですそうです、何にもためにならない話でしたけど、大家さんはいいの持ってるな。10倍いいエピソード、なんでこんなギリギリに言うかね。よかった、出てよかったですよ。よかった、思い出した。ちゃんぽん、なんかちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽんずっと考えてありました。ちゃんぽん一生分のシャンポー食べたもんね。泣きながら兄弟さんで最後泣きながらシャンポー食べた。お兄ちゃん苦しくて、人生で初めてお兄ちゃんかっこよく見えました。じゃあこの最後一杯を僕が食べる。泣きながら僕が食べるかよみたいな。素敵。二人は見ときみたいな。小学生ですか。小学生。小学生。はい。どうしようか。いいの聞きましたね。精神でしたね。ありがとうございました。さすがです。大谷静香のポテンシャルを、はい、見ました本当に。はい、見ました。ありがとうございます。恐れ入りますということで、お相手は博多の丸と大谷静香とパタパタママ木下でした。また来週。